イーチャリティーチャンネル。はい、どうも、イーチャリティーの鈴木です。今日はですね、何を見てたかというと、これです。皆さんもね、もう見たかもしれないですけども、ブリヂストンの新しいね、カタログをね、見ていたんですけれども、まあ、ホームページ上にもね、もう載ってあります。まずはね、なんといっても価格がね、上がっているというところのね、見比べをちょっとしていこうかと。まあまあ、上がるかなっていうふうには思ってはいました。YouTube でもおなじみの鹿本さんもですね、そこの話題には触れていたんですけれども、ざっくり言うと5000円から1万円ぐらい値上げになったかなというところです。まずは子供乗せ自転車に関しては、だいたい5000円ぐらい上がったかなというところですね。で、通学通勤向けカジュナ E とかステップクルーズ E とかアルベルト E とかそのあたりに関してはだいたい1万円近くのね値上げというところで、あとはスポーツ系だと TB1E が1万円ぐらい値上げになったと。リアルストリームとリアルストリームミニに関してはこれは5000円ぐらいのアップですね。で、ラクットに関しては値上げになっていないというところ、フロンティアデラックスは1万円ぐらいの値上げ、その他に関しては5000円ぐらいの値上げっていうところですかね。はい、そんなところです。で、どうしてこれが5000円ぐらいの値上げになったものと1万円ぐらいの値上げになったものがあるかっていうと、まあ基本的にはですね、5000円のベースアップ的なところに関しては、まあ今部品の調達だとかその製造コストのあたり、まあコロナ禍において余計ね、そこら辺に関してはまあシビアになってきたっていうところでの値上げになるっていうところがあるんでしょうけれども、カジナイステップクルーズイアルベルトイ TB1E フロンティアデラックスに関しては1万円ぐらいの値上げっていうところで、ここさらに5000円ぐらいね、こう上乗せになっています。そこの部分どうしてかっていうと、まあこれもね、皆さんもうご存知かもしれません。カタログにもホームページにも書いてあります。今言ったね、これらの5車種に関してはちょっとねシステムの変更があったというところですね。こんな感じのね、なんかちょっとかっこいいデザインのページができています。で、ここに書いてありますけれども、ここにね、画像も出しておきますけれども、2022年式モデルからさらに長く走れるようになりましたということで、パワーモードで62km、エコモードで 200km 走れるということになっております。 200km 凄まじいです。で、それがさっき言った5車種に関してということなんですね。一部ちょっと違うところがあるんですけども、これね、まずその5車種のうちのアルベルト E を除いた残りの4車種、カジュナ E とステップクルーズ E と TB1E とフロンティアデラックスに関しては、元々の走行可能距離がエコモードで 130km ぐらいだったところがですね、今回の仕様変更によってエコモードで 200km ぐらい走れるよと。で、残ったそのアルベルト E に関してはどうかというと、エコモードで 100km ぐらい走れますよと言ってたところが、今回エコモードで135キロぐらい走れるということで伸びております。まあ、このシステムの変更によってかなりね、長くこう走行ができるよという形になったんですけれども、要はそれがですね、さっき言っていたそのさらに5000円アップになったっていう部分に関しての開発費なのか部品代なのかシステムの何かなのかちょっとわからないですけれども、まあそういうことで5000円アップになっていますよというところでございます。そしてね、これがどうしてここまでこう走行距離が伸びたんですかというところなんですけれども、書いてあります。97ページに書いてあります。新しいカタログの97ページ参考にしてください。両輪駆動の一部電動アシスト自転車は2022年式から下り坂自動回復充電機能などの仕様を変更したため、などの仕様変更をしたため、以前の年式より1充電あたりの走行距離目安が変更になっていますということです。で、主な仕様変更内容ということでちっちゃく書いてあるんですけども、下り坂において従来は自動回復充電機能による制動力が一定でしたが、仕様変更車種では下り坂が一定時間継続した場合、制動力を上昇させ充電する電力量を増やす仕様にしましたということでございます。まあ今までのデュアルドライブに乗ったことがある方はお分かりだとは思いますけども、下り坂ね、下り坂にこう進入していきます。その時の下り坂回復充電っていうやつに関しては、まあ乗ってて分かると思うんですけども、一定のね、制動力がかかるようになってます。ぐーっとこうね、モーターのこうブレーキがかかっているような感覚になっていたんですけども、今回の新しいモデルに関しては、一定時間継続した場合、制動力を上昇させるということですね。一定時間っていうのがどのぐらいの時間かは、分かっておりません。このあたりはメーカーの方で発表してはいないようですけども、これ実際に乗ってみればわかりますよね。下り坂回復充電始まってからどれぐらい経過したら、その制動力が強くなるかなっていうところはね、測ってみればわかることなので、まあ機会があればこれはやってみようかなと思っております。まあとにかくね、200キロぐらい走れるようになったっていうのは、まあすごいことかなと思います。下り坂回復充電ね。さらに強いブレーキがかかるということになるって、なると、
まあもちろんバッテリーの持ちが良くなるっていうところもすごい嬉しいポイントの一つではあるんですけれど、通常手で握ってかけるブレーキの方の、ブレーキ臭の減りが抑えられるとかね、まあ下り坂を走る時の安心感が増すっていうところもあると思うので、まあこのあたりはねいいと思います。ただ独特なね走り方をするわけです。まあこうモーターブレーキがこうかかってね、途中でこうさらに強くなってとかっていう動きをするわけなので、乗り手によっては好きな人もいれば嫌いな人もいるかもしれないんですけれども、まあ機会があれば皆さんも乗ってみてくださいというところですね。でただね、これ 200km 走れるようになりました、すごくこう興味がありますってなってもなかなかね手に入らないっていうことがまた起きるのかもしれないですけれども、まあ皆さんはなかなかこうね入手してこう試乗してみるっていうことがもしかしたらできないかもしれないので、そこはね、その代表としてね僕がなんとか乗れるように、動いていきたいなというふうには思います。それからですね、200km 走れるようになりましたとかってなってくると、どうしてもねこう中には200km 本当に走れるのかっていうことをね YouTube とかでやっていただけるね、神様のような方々がいらっしゃるんですけども、まあそのあたりはですね、そういった神様にね、お任せしようかなと思っております。もしかしたらね e チャリティの犬伏さんとかやってくれるかもしれないですけども、そこはね、ちょっとわかりません。どなたか期待して待っております。僕の方ではね、またちょっと違ったところでね今度乗っていこうかなと思いますので、勘弁してください。はい、ということでね、ブリヂストンの、情報に関しては追加の情報があればまたお知らせはしてまいります。で今日はですねもう一つお知らせがあります。僕はねe チャリティのこうね宣伝をしたくてこの動画を撮っていたわけです。でもここからの宣伝はね皆さんに聞いていただきたいのでぜひ聞いてください。まず e チャリティでは中古の電動アシスト自転車を販売しておりますと。でその中でですね楽天市場でも、出品をしております。で楽天市場でもね結構な台数実は売れているんです。まあ通販での販売っていうのがすごく多い、まあそういう時代ですよね、そういう形なんですけども、楽天市場で10月4日の夜8時から楽天のお買い物マラソンというものが行われます。なんとですよ、なんと e チャリティの楽天市場店ですねお買い物マラソンでポイント全品20倍やっております。例えば単純にですよ、10万円の商品がありましたっていう時に10万円で普通の 1% 分のポイントであれば1000円ですよね。20倍なんでかける20 2万円っていうことは10万円の商品がポイント分を除けば実質8万円みたいな形になるよということでございます。で期間は10月4日の夜8時から10月11日の深夜1時59分までという形になっております。1週間限りですので、ぜひ皆さんこれね e チャリティの中古電動アシスト自転車、これはですね出品しているその商品一点物なので、それが売れたらもうなくなってしまうということなので、お早めにね、お気に入りを見つけていただけたらと思うんですけども、僕もお気に入りをちょっと探してみましたので皆さんにご紹介をしようかなと思っております。まず一つ目はさっきまあブリヂストンのねデュアルドライブの紹介をしたので、まずは2019年モデルのアルベルト E、 これは L 型の27インチですね。価格104,500円と2019年モデルですので、そんなに古くないというか、まだまだ新しい。ハンドルとかバスケットのあたりですね。状態はまあまあいいですね。かなりいいんじゃないでしょうか。で、スイッチ。これも状態はすごくいいですね。後ろのタイヤのあたりですね。フレームの一部に欠けがありますね。ちょっとこれ。この車両が置いてあるのは e チャリティ横浜店ということになります。で、e チャリティでの修理状況に関してですね。修理というか交換とかそこら辺含めてですけれども、タイヤに関しては前後ともに新品に変えてあります。ブレーキ臭も新品に変えてありますということで、車両の状態も結構いいんじゃないかと思いますけども、状態をねもっと細かく知りたいという方は、お近くの場合は店舗に行っていただく、横浜店の方に行っていただいたり、お店の方にお問い合わせいただければと思います。ちなみにですね、さっきも言いました楽天お買い物マラソンでポイント20倍になっておりますということで、通常ね1045ポイントがつきますが、しかし今回はかける20ということで2900ポイントがつくことになります。ポイント分を差し引くと 83,600 円になるということで、なんとね2019年モデルのこの状態のいいアルベルト E がですね、
8万円台でゲットできるというチャンスでございます。皆さんこれね、ぜひこの機会にねチェックしてみてはどうでしょうか。この動画の下にねこのアルベルト E の、ページも貼っておきます。それからですね、こちらも人気の小型車ですね、ヤマハのパスシティ C ということで、これが8万2500円という形になっております。825ポイント通常つきますが、20倍になると1万6500ポイントがつきます。ということはポイントを差し引くと6万6000円ということになりますので、非常にお買い得です。こちらもチェックをお願いいたします。で、今回随分長くなりました。最後の車両にします。前後にチャイルドシートがついているモデルが欲しいというあなた、こちらはいかがでしょうか。パナソニックのギュットミニデラックスのピンクがですねございます。こちらの商品の場合8万3600円でございます。836ポイントが通常つくんですけども、これが20倍となって1万6720ポイントがつきます。で、この分を差し引いた場合に6万6880円でゲットできると、こちらもチェックしてみてくださいと。もっと見つかったんですけども、今回は、これぐらいに絞りました。他にもありますので、皆さんもぜひ見てみてくださいということです。まあ、1台電動アシスト自転車が欲しいなとお考えの方だったり、今持っているのとはちょっと違ったものでね1台増車したいなという方々、ぜひぜひこの機会にですね、 e チャリティの中古電動アシスト自転車をお求めいただけたらと思います。今日が10月2日なので、10月4日の夜8時からお買い物マラソンが始まるということなので、皆さんぜひですね、この土曜日日曜日とね、いろいろチェックしてもらって、気になる商品は月曜日の夜8時にね、ゲットしてください。ということで、皆さんぜひよろしくお願いします。